伊藤彩里と岡田正輝は不釣り合い、佳境の虎に翼に違和感の声続出のわけ。放送当初は各方面から絶賛されていた虎に翼がここに来て失速している。写真、総額20万円の勝負服で演出家彼氏とのデートを楽しむ伊藤彩里。相次ぐカミングアウト。 日本で初めて誕生した女性弁護士の一人にして、初の女性判事、初の女性裁判長となった三淵し子さんをモデルとした主人公、トラコ伊藤沙莉さんが演じ、女性の生き方を丁寧に書いて好評だったのですが、戦後あたりから雲行きが怪しくなってきて、と話すのは朝ドラに詳しいライター。続けて、戸塚純樹さんが演じるとどろき大地が、 ドラマ中盤の6月あたりで同級生の花岡、岩田竹典に惹かれていたという設定が明らかに。8月16日放送会では轟がトラコに恋人の遠藤和田雅人を紹介しカミングアウトするシーンも書かれました。それはいいのですが、ヒロインを含めた周囲の反応が明らかに現代風なんですよね。 当時は同性愛が当然のことと受け止められる土壌はなかったはず。8月21日放送会では性転換手術を受けたバーのママ役としてトランスジェンダーであることを公表している中村中が登場。SNS を中心に賛否を呼んだ、三淵さんをモデルにしたオリジナルストーリーといえども、三淵さんの人生を見たくて主張している人々にとっては、 何を見せられているんだ、感が強い。史実通りにする必要はないけれど、再婚をした三淵さんを事実婚に改変したり、現代の女性が抱える問題を盛り込みすぎて、しらけてしまうんです。どう、ライター、以下どう、史実とはかけ離れたモデル像に違和感を抱く視聴者は多いよう。さらに脚本を担当する吉田エリカ氏についても、 朝ドラの原点とは、吉田さんはしっかりと時代交渉をしていて、実際にあった裁判や出来事をうまく脚本に入れ込み、ドラマ通りの人たちをうならせてきました。ただ、自身の SNS で長文の補足をすることが多い。トランスジェンダーの女性が登場した回には当時、性転換手術はなかっただろう、などと視聴者の声が上がり、 それに対して吉田さんは性別適合手術を受けた人がいた事実を X で説明しました。脚本家の SNS を見ないと疑問が残るというのは朝ドラとして不親切。別のドラマウォッチャーは朝ドラの原点についてこう指摘する。おしん、や、はるよ、恋の脚本家、橋田すが子さんは、 家事に忙しい主婦が手を止めないでもわかるようにドラマを作っているとおっしゃっていました。登場人物が説明口調なのはそのためです。ながらみ、でも内容がわかり、朝忙しくて見られなかった主婦は、一息ついた昼間に再放送を見る。そんなコンセプトだったのに、ドラマ通りが好む苦労と受けする作品を持って来られても、ヒロイン、 トラコへのこんな批判も。みんながトラコを好きなのですが、視聴者には彼女の魅力が伝わってこない。岡田正輝さん演じるパートナーの高一とも不釣り合いなんですよね。最初の夫、雄三とはお似合いだったのですが。でも朝ドラヒロインというのはどんなに自分勝手でもわがままでも魅力がなくても、無条件にみんなの人気者という設定なんです。笑 どう、ドラマウォッチャー。9月の放送では、物語のクライマックスとなる原爆裁判も始まる。再び好感度が上がるのか、それともこのまま、さようなら、となってしまうのか。